チャイカさんが小さくなってたけどってやつチャイカさんちっちゃくなってたね。びっくりしすぎて、あの普段そういうことしないんだけど、チャイカさんにディスコ飛ばしちゃったもん。びっくりしたって俺がそれを飛ばすぐらいびっくりした。可愛かったね。可愛かったね。うん、可愛かった。あの木の棒いいよな。俺もあの木の棒欲しい。あれ俺も振り回したい。強そう。あれはいい木の棒。あ、そう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 。や、八代さんがね、そう、ダブルリーチね。チャイカさんもともとメイド服じゃん。女装してるじゃん。で、俺と御曹司も新衣装で女装したじゃん。で、だから、あと女装八代さんだって言われてたじゃん。でも、チャイカさんが今度は少年の姿になったじゃん。俺と御曹司はまあもともと13歳なわけでしょ。でチャイカさんもそのぐらいの年齢に、あれ実際外見年齢いくつなんだろうね、わかんないけど。だから八代さんダブルリーチだって追い詰められてて笑ってた。年々追い詰められてくる。正直見たい。俺めっちゃ見たい。みんなはどう？オセロだったら負けてる。見たい？みんな見たい。うーん、興味はある。見てみたい。正直見たい。見てみたいんだけど、ぶっちゃけどうなん？あの、怖いもの見たさで見たい。俺はそう、なんだよな。あの、一発ネタみたいなところでさ、見たいだから、それを、その、なんだ、その衣装を購入して、八代さんが、その女装とか少年の姿を活用して配信してるところは想像つかないの。エイプリルフールの一発ネタみたいな感じで見ては見たいけど、それで活動してる八代さんは正直わかんない。わかんないけど見てみたいけど、どうなんだろう。想像つかないから見てみたい。嫌がってるとこが見たい。うわ、ド S がいる。見てみたいなぁ。でもやっぱ八代さんのいいとこって好きなことを好きなようにやってるとこだなって思うから、女装とか少年の姿もやりたいなって思ってくれた時に来るんだろうか。そんな時はわかんないけど、まあ、気にせず活動頑張ってほしいです。八代さんはやっぱね、自分でノリノリで楽しんでるところがなんかやっぱ八代さんだなって感じするからな。まさるくんは女装好きなの？あ、俺は別に女装が好きというよりは、ルコーというキャラクターでエイプリルフールでやってみんなをびっくりさせるのがやりたくてやったって感じだから。